タスク、潜水艦。タスク、アセスタスク、SS-426 は、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、大西洋産のタラカの食用魚厚川ダラの、イギリス名タスクにちなんで命名された。本種はアメリカでは、カスク。カナダでは、トースクと呼ばれ、いずれも、潜水艦名に採用されている。 タスクは1943年8月23日にペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で寄港した。1945年7月8日にキャロリン・パーク・ミルズによって命名浸水し、1946年4月11日に艦長レイモンド・エムーア中佐の指揮下収益する。収益後、タスクは南大西洋での成長巡航び、 ラテンアメリカの港への親善訪問を行った。ブラジルのリオデジャネイロ、バイイヤー、オランダ領西インド諸島のクラサオ島、パナマ運河地帯のコロンを訪れ、6月にコネチカット州ニューロンドンに帰還した。翌年はニューロンドンからノースカロライナ州ウィルミントンまでの東海岸沿いに作戦活動に従事した。1947年1月は、 中部大西洋での艦隊戦術演習に参加する。フィラデルフィア海軍造船所での3ヶ月間のオーバーホール後、コロンビア大学、ウッズホール海洋研究所と協力して、大西洋の大陸方沿いで海洋学調査を行い、同任務に1947年10月まで従事した後、グッピー回収のため、ポーツマス海軍造船所に入居した。 タスクの回収作業は7ヶ月に及んだ。回収によって水中での活動能力が向上した。4つのバッテリーはより高出力なものと交換された。外観では怒りは船体内に収められ、プロペラガードを撤去、全体が流線が高されることで海中における速度も改善された。セールも大型化の上流線形化され、シュノーケルを装備することで、 潜望強深度でのディーゼル機関使用及び、潜行中のバッテリー充電が可能となった。これらの改良によって、タスクは単なる水中で活動できる艦艇から、真の潜水艦と変貌した。潜行活動範囲も拡大し、水上での速力は2ノット低下したものの、水中での速力は10から15ノット向上した。タスクは1948年の初夏に、現役復帰した。 成長訓練及び模擬紹介をパナマ運河地帯で6月から7月にかけて行い、8月に本国に帰還、メリーランド州アナポリスの海軍士官学校を訪問、約1000名中性席上位者4名が直接、最新型の潜水艦を見学した。同年の秋から冬にかけてタスクは、通常任務を再開し、アメリカ海軍及び、ナト o 軍の艦艇と共に演習を行った。 その活動範囲はカリブ海から北極圏まで及んだ。1949年に入るとより制限された範囲で活動を行う。同年の前半6ヶ月はロードアイランド州ニューポートの第二潜水艦開発グループで活動した。7月にタスクは再び NATO の多国籍軍に加わり北、大西洋での演習を行う。これらの演習の間に 北アイルランドのロンドンデリー、イングランドのポーツマスを訪問している。NATO との共同演習の終盤、タスクはコチーノ、アセスコチの SS-345 を含む部隊と共に活動した。8月25日、コチーノはノルウェー沖を航行中にバッテリー1機の爆発事故を起こす。タスクはコチーノの救助のため現場に急行し、 救命イカダを使ってコチイノの負傷者に医薬品を供給した。イカダの一隻が荒海のため転覆し、コチイノの士官及び感染局の職員が海に投げ出された。両名とも救助されたが、タスクの看板上で人工呼吸を行っている途中に波が押し寄せ、民間人と11名のタスク乗員が海に押し流された。乗員4名のみが救助された。これらの事故の後、 タスクとコチーノは、ノルウェーのハンメルフェストに向かった。その途中、コチーノのもう一機のバッテリーが爆発し、船体内に海水が流入し始めた。タスクは、荒海の中沈みゆくコチーノに並び、最悪の条件下コチーノの乗員を、すべて無事に救助した。コチーノは、間もなく沈没し、タスクは、ハンメルフェストに向かった。同年がタスクは本国に帰還し、 ニューロンドモきでの沿岸活動を再開、潜水学校の支援任務に当たった。ノバスコシア州、ハリファックス及びバミューダ南方への巡航を行い、潜水学校での任務は1951年中旬まで続いた。その後再び第2潜水艦開発グループに配属される。艦隊との定期的な演習は1952年の夏まで続けられ、続いて、 第10潜水船体に配属される。ニューロンドン沖での通常任務は同年末まで行われ、その後第6艦隊との地中海における6ヶ月間の配備につく。タスクは1953年初夏日本国に帰還し、再びニューロンドン沖での沿岸活動に従事する。1954年初め、タスクはカリブ海で活動し、続く4ヶ月間を ニューロンド向きでの沿岸活動に追やし来たヨーロッパ海域への巡航を行った。この巡航で北アイルランドのベルファスト、スコットランドのグラスゴーを訪問し、同様に北、大西洋でナトー軍との共同演習を行った。1950年代の最初の4年でタスクはその経歴における活動パターンを確立した。1954年から73年にかけて、 もう4回の地中海配備を行う。しかしながら、当初は海外配備の間に東海岸での活動が延長された。1954年の北ヨーロッパ配備の後、2度目の地中海配備まで6年が経過した。西大西洋でのアメリカ、カナダ両軍による共同訓練の後、1961年の秋には、ナト o 軍との演習に従事する。 ニューロンドン沖での3年の活動期間後、1964年の秋に再びヨーロッパ水域に赴き、NATO との訓練を行う。1966年の春から夏にかけて、タスクは第6艦隊との3度目の地中海配備につく。1966年の後半には、本国沿岸での任務につき、同任務は1967年前半まで続いた。 1967年の夏にタスクは北ヨーロッパ水域に戻り、いくつかの港を訪問し、NATO 各国軍との訓練を行った。11月には西大西洋でアメリカ、カナダ両軍による共同訓練に参加し、その後東海岸での任務を再開した。1968年から69年の前半にかけてニューロンドンを拠点としての任務を継続し、その中には 原子力潜水艦、ジャック、アセスジャック、SSN-605 及びラファイエット、アセスラフィット、SSBN-616 との訓練も含まれた。7月にタスクは4度目の地中海配備につき、10月に東海岸での作戦活動を再開した。その後約3年間をニューロンドン拠点として活動し、タスクは最終となる5回目の 第六艦隊との巡航を行った。この配備は翌10月に終了し、タスクは現役最終の年を主としてニューイングランド近辺、東部海岸に沿いの通常任務で費やした。1973年10月18日にタスクはニューロンドンで退役し、同日除籍、その後台湾に売却された。タスクは台湾海軍で開票。 ローシアンハイパン、SS-792 の艦名で収益した。艦番号は当初 SS-92、続いて SS-794 と変更され、最終的に SS-792 となった。台湾への売却時、購入理由は、対潜水艦船訓練のためとされ、引き渡し前に、魚雷発射艦は溶接の上封印された。台湾海軍では、 魚雷発射艦を1976年に再び使用可能状態に戻し、最新型魚雷をイタリアから購入。2014年7月28日時点で、アザラシは高岡海軍基地での停泊が確認された。同年の時点で、耐圧核の歪みと金属疲労のため水深20メートルまでしか潜水できないとされいる。2017年1月18日、 報道陣に開票号が公開された。この時点で収益から71年。内部は1973年に米軍から引き渡された状態がほぼそのまま残されているという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。